頼むね。おい待って、高田さんの死体見た、高田さんの死体見た。はい。うわ、GG! 誰からでもいいですよ。では、はい、ハイブリさんで、はい。疲れてるな。おい、はい、お願いします。お願いします。リンガイ。来ちゃー！やったー！勝つよ。あー、タスクだけど。うわ、最悪やこれ、もう行こう。いいですね。あ、プテコした。はい。うん。今、メイヤさんが直しました？いや、俺じゃないですね。え？誰と？俺です。あ、プテさん。違います。え、違うよ。絶対調理してるもん。絶対違うよ。誰？誰頼むね。おい、おい、走行機左。あんまり意味ないかもしれないけど、3秒前にはすでに2人ともデッドだった。停電直したのは誰ですか？俺。展望で直した。はい。他停電直そうとして、昇降機右下下って、あ、直ったから、ヌーン乗ってボタン行こうと思ったら、発見です。で、一応宿舎の扉は下は開いてて、右だけ閉まってました。左は見えなかったけど。左も閉まってるかな。まあ、俺が下を開けて、宿舎の左の金庫の側のドアを開けようとしてなったかな。ガミってどこ行った？今、最終はコミュ前通路あたりです。エンジン脇、武器庫のタスク2つやって、コックピットでダウンロード、コミュ前で終わりぐらいですね。梅健がセキュリティでカメラ見てたと思うけど、なんかあった？いや、おまおじさんがエンジン左を通過するタイミングで見てたんですけど、まあ、僕の後ろにハイブリさんが行ったの以外は誰も映ってないですね。一応アーカイブ、ラウンジからアーカイブ行った時に、カメラ光ったの見てます。うん。で、最後メイン真ん中で上がってます。右側で死人があるなら、とりあえずメイン屋さんの方は弾いても良さそうかな。翔平はとりあえず停電が入った時にテープタスクのところにいる梅健さん、ハイブリさんをセキュに置いた状態で展望デッキまで行って、展望デッキから出てくるおまおじさんをとすれ違って、おまおじさんが奥でキルしてねえかなと思って見に行ったら、アップロードに高田さんがいました。で、翔平さん展望まで行ったんですか？はい、僕と一緒に貨物分けだったから随分移動したなと。あ、プテさんって貨物に巻いてましたっけ？そうだよ、僕貨物分けして翔平さんが下、うん、僕が右っていう感じで金庫のところに僕行きました。あ、そう、貨物にタスクがなくてエレキの勝ちタスクだったんで、うん、勝ちでありに行ってっていう、そういう流れですね。まあでもなんか梅健翔平がセキュリティに僕がテープタスクやる前にはいたのは見ているので、うん、で言ってることもあんまり違和感はない。移動が長いだけで、うん、でプテ君がバイタル見てるのも、俺エレキでプテ君が3番から上がってバイタルに行くのを見ているので、そうです、そう、情報がどうかわかんないけど、そこにいたのは確か。ミネロス銃くらい？うん。あ、だから俺は、ペロちゃんは多分、メイヤさんの方は、富士宮支店で無理かな。富士宮君、ドア閉まってるんだよね。宿舎の右は閉まってて、下は開いてました。じゃあ、神富士ぐらいしか。神富士ぐらいしか。しかうん。取られちゃったね。
待って、高田さんの死体見た、高田さんの死体見た。はい。シャワーの下側、シャワーのカチってあるところの下ぐらいのところで高田さんの死体があった。で、直近でガミさんとすれ違ってます。今回に関してはコックピットに確か向かってた藤宮君と僕、コミサボ待機してたら停電になって、武器庫行ったら最後ネロちゃんがいてって感じだから、うん、エンジンで左に走っていく2人見たんで、うん、それは大丈夫そうで、あと宿舎の、まあ、俺目線だときついかな、藤宮は。シャワーなら、ちょっと塗られてるんで喋るんですけど、ガミがシャワーに行ったのは多分誰か見てたとは思うんですけど、アーカイブ脇でアーカイブシャワーでタスクやって、今メインを左にまっすぐ走ってったら、多分エレキからかな、高田さんがメインを左から右に走ってて、でその後ろメインの、左側でプテハシさんが左から右に走ってきて、なんで僕目線だとプテハシさんの前をかなり直近なんだ走ってます。なんで対抗で構わないぐらいです。他にとりあえず弾ける人、おまわじさん視点で。ごめんなさい。で、あとメインの左ドア閉まってたんですけど、プテハシさんどっから来てるんですか？僕は、メインの除染のところから左に走ってる。あ、じゃあもう完全に対抗でいいです。マットかも分かんないですけど。ちょっと待って、はい、ガミさんって、あ、ごめんなさい、ハイブリさんの可能性も一応ある。ハイブリさんはアーカイブに置いてきてる。貨物で停電直してます。ガミさんはなんで、なんでさ、あれなの？メインで左から右に走ってくる高田さんとすれ違い、その高田さんの後ろに走ってるプテハシさんとすれ違って、ガミ今メインの左です。っていう、まあ、メインの。左のドアが閉まってるのに、まあ、そっちからプテハシさんが来たんで、シャワーの下よね。具体的にどの場所、弁当は可能？いや、完全には分かんないですね。光って、で、シャワー入った瞬間ぐらいだから、その辺かなっていう。ガミさんの太鼓、プテさんに飽きて、藤宮君の方がいいんじゃないですか。そう、ソテキルで考えたら、まあ、麺屋さんの対立は。プテさんは待ってのかな。プテさんは、まあ、ガミさんだろうな、じゃあ。ローラーするなら、ソテキル、麺屋さん切るが、もう2人しか無理なら、ローラーは飲みます。そうではなくて、その、メインの左側の扉が閉まってるのは分かったんだけど、ハイブリさんとか、僕は視点はハイブリさんの候補があったのに、僕をすぐ太鼓に出すのが分かんない。だって、ガミさんの前に。プテさんが除染から右に行って発見っていうのは。これ、マットの否定ができてるおまおじさんが決めるべきかなと。それは、まあいいや、後で説明したい。これは。プテはマットの可能性全然あるんで。なんとなく動きは分かりました。うん、じゃあ、ちょっと太鼓はやめときます。ガミさんから。藤宮さんとローラーは飲みます。わかんねえこれ。僕ボタンを押してるので、もう一回コミサボの方行きます。あ、じゃあ僕もコミ行きます。はい。どうすんだ。ナイス。うわ。ジジ。誰からでもいいですよ。ではハイブリさんで。はい。いやー。ナイスー。むずいねー、これは。ナイスセルフ。ナイスフー。なるほどな。僕、さっき停電だったよね。停電だったね。いや、マジで下位置めちゃくちゃ見えてるじゃんみたいな話になっちゃってたの僕。ちょっとうやむやにしたけど、なんとか。いやぁ。ソテキルがあんま詰まってなかったからね。ねえ、よかった。ナイス。ナイス。いやー、むずかったな。ナイスナイスいやー、何かいい。強いねよ。また名屋シリフ切っちまったぜ。ほんとだよ。ソテキル、毎回シリフ、ソテキルだよ。今のガミさんからつらじゃんちょっとかわいそうやな。いやそうだ、ちょっとなんか難しかったな。めちゃくちゃ議論はガミさんに分軍配上がってました、マジでかわいそう。終わってたもんよかな。キルペ早えな、まあ、そうだな、人外に温度取られてるパターンか、そうか、なるほどな。藤宮さんと多分プテハシさんしか私の視点がないから、うん、そうですね。まあ、俺も見てましたけど。そう、ネロちゃんとか、人外しか見てなかったっていうのは、うん。そう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 。綺麗に隠されちゃったんで。あ、そう、お見事でした。うん。